はい、皆さんこんにちは、田中一平です。今日はですね、2024年春開講の通信講座ですね、こちらの紹介をさせてください。まず自己紹介をさせてください。田中一平です。首都圏の私立の中高一貫校、それから予備校で日本史を教えています。それからですね、このチャンネルをご覧いただいているのでわかるのかなというふうに思いますけれど、日本史に関するいろんな情報を発信している歴史系 YouTuber でもあります。この通信講座は旧石器時代からですね、近現代まで全ての範囲の講座を4月にスタートしまして、12月の初旬に終えるという、受験日本史だと一番一般的な講座かなというふうに思うんですけれども、超有料級のね、特典もご用意してありますので、最後までぜひお見逃しなくということでございます。まずこの通信講座なんですけれども、4月からスタートしまして、大体の進度はですね、7月までですね、ここで江戸時代まで、これを文化史を除いて扱います。で、夏期講習ですね、夏休みに7月までに扱った部分の文化史ですね、だから江戸文化まで。それから今年はですね、新課程の1年目ということで、やっぱりなるべく早く通史を終えることがですね、重要になってきますので、夏休みでですね、近代史の方にも入っていきます。そういうカリキュラムを取ることによって、9月からですね、11月の中旬、これで近代史と現代史が終了するという形になります。残りの11月の下旬から12月の上旬ですね、ここで近代の文化史をやっていくと、12月の上旬で全ての内容が終了する、そういう講座にしてあります。この12月上旬で終わるということは、この後ですね、12月の中旬下旬と通信の講座がない。これは何でかっていうと、授業を受けた内容をですね、知識をきちんと定着する時間っていうのが当然必要ですし、知識が定着したかどうかっていうのはですね、アウトプットですね、まあ、例えば問題集を解いたりとか、まあ、センター試験とか共通テストの過去問を解くことによって、まあ、確認するっていうことが必要ですから、それを12月の中旬以降に当ててほしいということで、これよくある大手の予備校でですね、冬季講習で例えば文化史を扱うとか結構あったりするんですけども、それをやるとですね、じゃあいつ覚えるんだよっていう話にもなるし、いつ知識の確認をするんだよっていう話にもなるので、ここは少しこだわっています。この講座はですね、一昨年と開講している講座なんですけれども、実績についてはですね、一昨年ですね、東大と京大に1名ずつ合格が出ています。でそして今年ですね、2024年の3月の結果でもですね、同じく東大と京大に1名ずつ合格が出ています。そこからですね、私のこの授業のレベル、最難関国公立を目指す人向けの日本史講座というので、実績は十分感じていただけるんじゃないかなということですね。じゃあなぜこんな風にですね、実績が出るかということなんですけれども、一つはですね、まあ、これはこの講座のですね、特典の一つでもあるんですけれども、私のですね、オリジナルテキストですね、これを使用して、まあ、やっぱり授業を展開していくというところが非常に大きいですね。でこのオリジナルテキストはですね、私がいろんな本を読んだりとか、それから大学入試の入試問題を研究した上で作っているものなんですけれども、国公立のですね、論述問題の品質テーマですね、これを意識して、国公立の論述問題でよく出るテーマについてはですね、テキストでも分量割いて説明をしてますし、実際にそのテキストに沿って授業をするわけですから、授業の中でも国公立の論述テーマ、例えばここは京都大学でよく出てるテーマだよとかですね、ここはもう東大だったら絶対外せないよねみたいなことをですね、言いながら実際に授業をしますんで、そうするとですね、通信を受けてる段階でですね、他の受験生と比べて差つけられるということですよね。ここが論述問題でよく出るんだということをですね、意識して、で特にですね、自分の東大でここ出るんだったら、ここを要復習しとかんといかんなみたいな形で聞いとけばですね、他の東大受験生と差がつけれるということになります。でこのオリジナルテキストなんですけども、私はですね、基本的に学校と予備校、それから YouTube で授業を公開してるんですけども、テキストが手に入れられるのは学校および予備校でライブの授業を受けている人、ただ当然私の学校にね、今更転校するとか無理ですし、いやそもそも浪人生はうるせえな、この前学校卒業したばっかなんだよとかっていう、そういう方もいると思います。まあ私が働いてるね、予備校っていうのも当然全ての人が通えるわけじゃありませんので、今後ですね、 YouTube で授業を公開してるんですけれども、その中でオリジナルテキストを公開するということは原則ありません。ですのでオリジナルテキストを手に入れるためには
ですね、このオンラインのライブ講座、これを受けていただくっていうのが一番近道になるということなので、普段からですね、例えば YouTube で授業動画見てると、けどなんかテキストがないからなかなかちょっと辛いなと、テキスト欲しいなという人はですね、この通知講座にお申し込みをいただければですね、テキストは全てお渡しをさせていただきますということで、この講座のですね、最大のメリットはですね、私のオリジナルテキストが入手でき、でしかもそれで授業を受けられるという点にあるんじゃないかなというふうに思います。今年のですね、1月の共通テストの平均点はですね、88点です。全国平均プラス32点と。もちろん最難関国公立を受験する受験生を預かってますから、これぐらいの数字が出るのは当然かなというふうにも思うんですけれども、ここら辺の数字もですね、私の指導がね、確かであることの証なんじゃないかなというふうに思っております。それからですね、メリットの2つ目なんですけれども、これがですね、オンラインのライブ授業であるというところなんですね。まず、Zoom という会議アプリを使います。ですので、パソコンやタブレット、で、そのパソコンやタブレットが Wi-Fi につながっていてですね、普通にインターネットが見れる環境にあれば、全国どこでも受講が可能です。自分の家の近くに予備校とか塾がない。けど、どうしても最難関国公立を考えている。卓郎だっていう場合に、専門性の高い授業っていうのを受けていった方が合格には近づくっていう現実があります。私もですね、もともと地方出身なんですね。全国の地方でですね、頑張ってる国立受験生を応援したいというのもありますので、このオンラインという形をとっています。一方でですね、ライブでやると。毎週木曜日です。18時半から22時。間に30分夕ご飯の休憩を挟みますんで、90分2コマの授業をやるんですけども、これを毎週木曜日にやっていきます。特にこれはですね、浪人生にとって大きいのかなというふうに思っていて、浪人生にとって重要なのはですね、生活習慣なんですね。例えば毎朝7時半に起きる、ご飯を食べる、顔を洗う、例えば8時半から勉強をする、こういうようなですね、生活習慣っていうのをきちんと身につけてですね、それをもう本当に毎日毎日実現していくことっていうのが非常に大事になります。でその時にですね、授業も決まってると。例えば木曜日の18時半からは一平の日本史のライブ講座を受けるんだみたいな、そういうような形で決まることによってですね、生活習慣というのも身についてくるということなんですね。なのでその観点がですね、映像授業だといつでも見れますというメリットはある一方で、生活習慣がやっぱ乱れる可能性があるんですよ。でしかもいつでも見られるっていうのは、いつか見ればいいやっていう、まあやっぱそういう話に当然なるんですけども、このライブ授業だとね、木曜日の6時半に受けるんだっていう、そういうような形でですね、ある程度ポジティブな姿勢が必要になってきますから、その意味でですね、このオンラインなんだけどライブでという形を取ることによって学習効果を高められるんじゃないかなというふうに思います。ただね、当然例えば体調を崩してしまっただとか、現役生だったら学校行事があるとかですね、もちろんそういったことはありますので、 Zoom というアプリを使ってますが、これには録画機能があるので、ライブで参加できなかった場合でもですね、この録画視聴をすることが可能ですので、そこら辺がですね、このオンラインライブ授業の、まあ、ハイブリッドな部分ですよね。緊張感は保ちつつも、授業に参加できなかった時は録画で見返せばいいというところですよね。こういうような形でですね、令和の時代ですからね、最先端の授業をやっていきたいなというふうに思いますし、このね、 Zoom アプリを使うとね、私も授業をタブレットでやるんですよ。そうすると、例えばね、私のテキストをこうタブレットに移すと、それが画面に映りますんで、まあ、今授業どこやってるか一発で分かるんですよ。でそれからですね、私タブレットの中に資料集だとか、まあ、そういったもの全部入ってるんですよ。でそうすると、例えば文化史の授業とかね、外交の授業とかやるときにですね、図版見るとか地図を見るとか、まあ、大事になってくるわけですけれども、そこら辺もですね、もう全く違和感なく、画面見てれば地図がパッと出てくるわけですし、それから教科書も何ページとかって言ってね、でこの仏像ちゃんとよく見といてよとかって言ったときに、まあ、当然僕も教科書の図版をパッと写しますんで、あ、今授業で見てるのはここやみたいな形でですね、すぐ分かりますから、そういう意味でやっぱ印象に残るんですよね。ライブで前向き でしかもですね、目の前の画面に仏像とか写真とか地図が映ることによってですね、すごい印象に残る授業、まあ、いうことで、これがですね、オンラインのライブ授業であるというところのメリットなのかなというふうに思っています。オンラインライブ授業のもう一つメリットとしては、全国どこでも受講できるというところと関わってくるんですけど、自宅で受講できるという、自宅でですね、リラックスした状態で受講もできますし、面倒な通塾時間もないですからね、その分こう時間をですね、有効に活用することもできますし、でそれからですね、私も当然授業を自宅でお届けしますので、例えば大手の予備校はね、立派な校舎を持ってて、机とか椅子とかね、チューターのお兄さんとかお姉さんとかが
いるわけですけれども、当然それはですね高額の費用によって賄われるわけですけれども、私は自分の自宅でやりますから、で家賃は自分で払ってますし、人件費っていうものも存在しません。私が一人で経営してますので、まあ、だからその意味で言うとですね非常に授業料もお安くできるということなんですね。おそらくですね大手の予備校の授業の半分以下の価格でですね私の授業が受けれるということですね。私は実際に現役の予備校講師ですので、その現役予備校講師の授業をですね半額以下で受けれるかなりお得な授業なんじゃないかなというふうに思っています。でこの通信講座ですね、これを受講していただいた方にビッグな特典、これがまあ2つございますので、こちらをご紹介したいというふうに思います。まず1点目はですねオンラインでのメール添削ですね、これを無料で受けることができます。そのオンラインのこのメール添削っていうのはですね私のまあキラーコンテンツの一つなんですけども、添削料3万円いただいてですねメールで過去問とかですね模試の論述問題ですね、これの添削出し放題というのをやらせていただいていますが、これ3万円かかるところをですね通信講座を受講していただいた方にはですね無料でやらせていただきます。でメールでこれ出し放題です、24時間出し放題で、これをですね来年2025年の2月の入試までずっとですね、まあ、3万円払えば受けられるという、これ結構やっぱね受かるんですよ。なんでかっていうとどんどん出せるわけです。で私もですねメールが来たら絶対24時間以内に返信しますんで、24時間以内に返信するっていうことはですねかなり早いと思うんですよ。例えば予備校とかだとですねそもそも先生が1週間に1回しか来ないと、でそうすると例えば添削を受ける人たちが列を作るわけです。もう人気の先生であればなおさらですよねって言った時に1週間に1回しか受けれない、しかも他の人のことを考えると1回のその30分しか見てもらえないとか今言うことがあるわけですけど、まあ、私はまあそんなことはないのでメールなんでね、もう来たメールからも順番に返していきますから、そんなにまあ待たせることもないと。で一方ね、まあ、現役生だと学校の先生に見てもらう、学校の先生はやっぱね学校にほぼ毎日来てますから、まあ、学校の先生にやっぱ見てもらうっていうのは一つの選択肢だと思うんですけども、学校の先生はですね結構部活動とかね、あとは担任業務が忙しいとか、まあやっぱそういったところがあったりしますんで、ごめんもうちょっとあと2日ぐらい待ってとかね、結構そういうケース、まあ、あったと思うんですよ。そういうことがこのないですねオンラインのメール添削で、しかも回数の制限とかありませんと、出し放題ですと、まあ、いうところでですねこれ結構ご好評いただいてるんですけども、これをですね無料で行わせていただきます。回数や問題の制限はありません。どの大学の、まあ、論述問題であっても添削をさせていただきます。で添削が終わった段階でですね私の答案例と解説をお送りするということですので、かなりお得なサービスかなというふうに思うんですけど、これをですねなんと無料で通信講座を受講していただいた方にはですね、まあ、ご提示をさせていただきます。もう一つがですね学習相談とか進路相談ですね、まあ、これを無料で何回でもやらせていただきます。実際に昨年ですね東大と京大に受かった教え子はですね日本史だけではなくて受験のですね全体ですね、例えば模擬試験の成績とか見てですね、あもうちょっと英語やった方がいいんじゃないとかね、まだまだ日本史はそんなに焦らなくて大丈夫だよとか、一応そういうようなですねアドバイス、まあ、私は首都圏のですね、まあ、私立の進学校で長く指導してますのでデータが頭にまず入ってるっていうのが一つと、それからまあやっぱりそういう子たちのですね進路指導を多数やってきてますんで経験値もあるわけですね。データとですね経験に基づくですね進路指導学習相談というのを受けることができます。これを何度でも無料で、まあ、例えば Zoom でこう1対1で面談みたいな形でやらせていただきます。特に宅浪生ですね、どうしても周りに予備校とか塾がなくて自分で頑張るっていう人にとってはですね授業もそうなんですけど、そういうことやってくれるのは結構大きいと、精神安定剤になったなんていうふうにですね言ってくれる教え子も過去たくさんいました。ですのでそちらの方もですね利用することができます。でまたそれと合わせてですね英語とか数学勉強しなきゃいけないって言った時ですね、一人ではなかなか例えば難しいというふうになった時ですね、まあ、私の知り合いで信頼できる英語とか数学の先生をですねこうご紹介することもできます。なので、まあ、そういった意味ですねこの講座を受講することによってですね単に日本史の学力が上がると、まあ、言うだけではなくてですね私が受験をトータルにサポートしていく、まあ、皆さんがですね第一志望の最難関国公立にですね合格できるように、まあ、サポートしていければなと、まあ、いうふうに思っております。ぜひですねプロとですね二人三脚でですね第一志望合格に向けて頑張りましょうと、まあ、いうことですね。講座の詳細などにつきましてはですね概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からですねクリックしていただいてですねご覧いただければなというふうに思いますし、またですね質問等がありましたらですね概要欄のところにですねダイレクトメールの宛先も貼っつけておきますのでですねそちらの方もご活用いただければなというふうに思います。南海国公立大学ですね、これを志望する新高校3年生高卒生の申し込みをお待ちしております。お
回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。またいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたらコメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。